会津若松市にあるバークラット。県内有数の観光地の七日町通りに昼間からお酒が楽しめるお店として昨日オープンしました。会津のその地酒を飲むと気軽に飲むというところがなかなかないかなというふうなところで、観光客の方に会津のお酒を知っていただくというふうなことで、始めたお店でございます。こちらのお店では会津地方にある12の蔵元、23の銘柄の日本酒を楽しむことができます。また今日からは新型コロナウイルスの水際対策として講じられていた入国制限が緩和され、海外からの観光客の受け入れが始まったことで、会津の日本酒の文化に触れてほしいと期待します。さらにこちらのお店ではこのタブレットを使って日本酒の香りの印象や産地を選ぶことで自分好みの日本酒を選ぶことができます。専用のタブレットで細かな香りや味の特徴を選択することで、人工知能、いわゆる AI が自分の好みに合わせた日本酒を導いてくれるこのシステム、県内では初めての取り組みで、今年の夏から運用が始まる予定です。どういったものが私はこれだとかっていうふうな形で、してそこでその会話コミュニケーションが、出てくるというふうなところをお店の中で共感をいただくとか、そういった場にできればというふうな。こちらのお店では今後酒の量り売りも行う予定です。